チャン。ラックファイブ YouTube チャンネルをご覧の皆さん、どうもハッピーダンバルです。帯なぎさです。二人揃って帯ハッピーです。ということで今日も行きますか。元気に、せーの、帯ハッピーチャンネル、帯ハッピーチャン。ということで、なんと2023年一発目です。どうもありがとう。まあなんといっても今年はうさぎ年ですからね、はい、言ってみればナックファイブ年ですから。そうですよ、今年は35周年というアニバーサリーもありますので、はい、もうとにかくナックファイブを盛り上げていきたいという思いでございます。ワクワクした1年にしたいですね。ああ、もうそのさらっともうちゃんと2023年の抱負も入れるように、はい、ちゃんさすがでございます。原稿殺し、ありがとうございます。まあそんなね、おびちゃんの抱負の中に多分きっと一つあるんじゃないかというところなんでございますけども、私ハッピーダンバラもですね、2023年はやっぱりこうナックファイブでおびハピでおびちゃんと一緒にやらせていただいてますので、はい、私ハッピーダンバラもいますかかしとおびなぎさのちょっと対バンみたいなやれたらいいなと思ってるんですよね。いやもう、いや、かかしさんがよろしければ私はいつでも、いや、あの産経さんがよろしければOK です。帯サイドは全然 OK です。ね、全然やりたいですよね。いやもうやりたいので、ぜひぜひちょっとね。楽しみ。まあそのためには帯ちゃんの今のあの持ち曲がプチアルバム、はい、サタデーモーニングでございますけれども、はい、まあちょっとそういった意味ではそこに向けて、今まだそうですね、帯ハッピーと、はい、ご自愛くださいと、はい、ラジオ、はい、あとはあのインストのね、土曜日の二度寝という曲に、はい、あの歌詞をつけて、うん、去年のクリスマスイブに、はい、オンエアしましたけれども、あの曲4曲です、うん、私の持ち歌はですよね。カバーでやるしかないですね。あ、カバーやるなら何いきますの？フレンズ、レベッカフレンズ、うん、あとはユキさんとか、うん、ユキジョイ、ゆきのジョイ、突然打ち込みになりましたけども打ち込み、そう、なるほど。ちょっとその辺もカバー込みの、はい、もうだから帯なぎさを堪能していただけるようなセットリストにするわけはいかないの、はい、あと元気を出して、今最近あのお疲れ生ですってあの CM やってるじゃないですか。あれ竹内まりやさんの曲歌ってます。まあ、正直元気を出してって帯ちゃんの曲っぽいタイトルだなと思って、いつの間に書いてんのと思ったんですけど、元気を出そうねって作りました新曲。カバーでやるならあの辺がいいかな、ま、でも新曲欲しいですよね。そうですね、元気を出そうねしましょう。パクリって言われちゃう。話は置いといて、はい、クリスマスイブに土曜日の二度寝を生演奏で帯ハピで披露したんですけれども、うん、いかがでしたでしょうか。緊張しました。ハッピーさんもね、ギターで、はい、うん、おびちゃん以上に緊張しました。もしかしたらあの放送を聞けなかった、タイムフリーでも聞けなかったという方のために、はい、なんと今日はこちらで披露させていただきます。というかあの時の模様を、そうですね、本舗初公開でございますので、ぜひとも見ていただければと思います。はい、放送作家の川瀬さんが素敵な歌詞をつけてくれました。歌詞にも注目して聴いてください。どうぞ。また夢の続きでも見ているの。くしゃっと笑った笑顔、もう少しこのまま見ていたいな。目尻のしわ愛しい、
まだ夢の中にいるつもりなの。一人だけでずるいな。これで今日二度寝。おはようのキス。照れた頬も愛しい。お届けしたのは帯なぎさで土曜日の二度寝オン、はい、ボーカルバージョン、はい、生演奏。いやー本当に、CD ではインストなので、ね、はい、本当にこの帯ハピーのあの生演奏でしか披露したことがない曲ですからね。しかもレア中のレアです。レコーディングするってなったらあのアレンジではないので、もうここのみの。そうですね、もうだから言ってみれば2022クリスマスバージョンのみですよね、はい、これはだから皆さんもこの曲をちょっとインプットしておいていただいて、実際この後ライブで CD でどうなっていくのかっていうのをねちょっと楽しみにしていただければと思いますので、ご期待ください。もろもろの詳細は帯ハピで発表していくと思いますので、はい、毎週土曜日朝8時からお昼12時まで FM905 で生放送です。ぜひ今後とも聞いてください。よろしくお願いします。といったところでお時間です。オビハピチャンネル、オビハピちゃん、ここまで相手は私ハピのまとオビナギサでした。ゾーン。いいですか、はい、大丈夫です、はい、ではですファーストプチアルバム、サタデーモーニング、好評発売中。